はい、松本簡易裁判所より NHK をぶっ壊すということで、後ろ見えてるのが松本城です。このカメラの反対側が松本簡易裁判所ですが、今日 NHK 原告 で、まあ、被告の M さんお呼びします、お呼びしますが、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ボロ中学校です、ね、30分ありかかりました裁判官がすごく、まあ、ゆっくりゆっくり、すごい一つ一つ確認する。聞こえなかったですけど。ねえ。東京の裁判って5分ぐらいであれ終わらしちゃうんで、もう、これ、真実、証拠って、パーって流れ作業なんですけど、さすがに松本はやっぱ暇なので、田舎です。田舎で、すごいなと、これだけ時間かけるかと思ったんですが、まあ、何を言ってたかっていうと、まず裁判長は、放送法違反とか弁護士法72条違反については争わないんですね、今後で。はい。それはもう、今回は争わないって書いてあるんですね。それはこの時点では争わない。別に NHK とこの後、その今回の件で放送違反していれば別の裁判を提起して争うけども、まあそういう時は当然地方裁判所でやるので、簡易裁判所でやるわけではない。まあ、その地方裁判所でやるための、まあ、証拠取りっていうか、そこでのものも含めて、簡易裁判所でやると。そのために、その利息のところだけ、損害金と利息の問題だけを、ここでやってくださいっていうことで、納得されたっていうことなんですね。だからあれ、弁護士違反とか言うんだったら、地方裁判所でやってくれって言われるところだったんですが、で、あとはもうね、正直に僕が作ってるっていうことも全部、資料は立花さんが作ってるっていうことも言って、そうですか、出てましたよね。で、まあ、全然僕が作るのは全く違法でも何でもないので、まあ、裁判長も当然僕が来てることを十分意識して、はい、チラチラ僕の方見ながらね、僕がこう、うなずいてるのを見て、で、まあ、別にこちら何も悪いことを言ってるわけじゃなくて、お金払わないって言ってるわけでもなく、だから、請求されてる受信料11万円は、来月払いますと、6日に払いますと。そうすると、遅延損害金と利息っていうのがそれぞれいくらになるのかを教えてくれって言ってるだけなんですよね。で、裁判長が言ってたのは、これだから被告の M さんが作ってるわけであって、 NHK さんが請求してる側なんだから一覧表にしてくれって言ったじゃないですか。一覧表にしてくれって言ったじゃないですか。で、普通はい分かりましたで終わる話だと思うんですが、その NHK が言ったのは何かっていうと、裁判で請求してる分は一覧表にできると。でも規約に書いてるものは一覧表にできるかどうかはわからないと。だからそれぞれ別の債権であるってことは NHK もわかってるということです。あの言い方するっていう、同じだと同じですって終わりなんで。それは受信料とその延滞は地下の債権だっていうこと、はい、そうです。まあ受信料は争ってないですけど、損害金と遅延損害金と利息、損害金と利息は違うでしょってこっちは言ってるわけですよね。 NHK は同じとは今回言ってなかったんです。損害金は一覧表出せるけども利息は出せません、ちょっと考え、まあ、即答できませんと、はい、っていうことを言ってました。で、他にも全国で争われてるんですかっていうことをこっちは書いてるから、で、裁判長が NHK に、これ全国で争われてるんですかって、はいって言ってたでしょ。で、裁判長はもう全国で争われてるんだったら、どっかの判決が出てから決めたいって言ってるんです。はい。それは松本簡易裁判所で NHK の受信料のことについて、初めての判決を書くのは、ちょっと怖い。よく分かってないから。で、3ヶ月後の6月21日が次回期日。3月の8日ですから、まあ、簡易裁判所って迅速にやるのが普通なんで、普通1ヶ月後なんですけど、3ヶ月と2週間。ね、2ヶ月も何考えるんですかね。3ヶ月半考えるという。はい、嘘をまた考えるんですかね。うん。っていうか、まあ、NHK がも相当窮屈になっていてですね、あさっての東京地方裁判所の、裁判っていうのが、もう最後の決心になるところだと思いますから、うん、その判決が、早ければ4月5月には出ますから、その判決を多分見てっていうことになると思いますから。はい。楽
まあ、気にしてます。はい、いずれにしても別にね、M さんの方は何一つ悪いことしてるわけです、まあ、ひどいですよね。平成17年からちゃんと受信料払っていてね、衛星料金も払ってる人に対して高々4年ぐらい支払い止めたら、これ裁判ということで、壊す的にね、真面目に払ってる人、この真面目に10年以上払ってる人に対して、ちょっと4年ぐらい遅れたからって言って裁判をし、で利息を払えと、こう来てるわけなんで、裁判長の感覚としても、まあ、M さんの方に立って、被告側が別に契約を争ってるわけでもないし、払うって言ってるから、あとは利息のところについて、しっかりとしてほしいだけですよねって言ったそうですと。ということで、また6月にも来る予定できますので、ちょっとあと、この後があるんで、これぐらいで終わります。すいません、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもどうも、はい、NHK をぶっ壊す。